はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回は回転体ですね。回転する立体の体積を3問やっていきますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、冒頭でも話したように、今回回転体です。L っていう、まぁ、L じゃない時もありますけど、直線っていう一本決まってて、それを軸として一回転くるくる回します。一回ね。で、その時できる立体のまず名前、そして今回は名前と体積を求めていくという問題です。で、この回転体に関して、まぁ、苦手な方、ぜひ勉強の流れがあって、まず、まぁ、大体出てくるのはこの3つが、主にね、3つ出てくるんですけど、回転させたらどんな立体ができるかをまず覚えます。まあ覚えるとか、イメージをね、イメージと一緒に覚えてください。で、そしたら、その出てきた、まあ、できたね、立体の体積の求め方をそれぞれ覚えます。っていう流れでいきましょう。で、まず1個目、長方形ですね。で、これをくるくる回すと何ができるかっていうと、ちょっと書きましょうか。フリーハンドでごめんね。こういう、上と下、まあ、底面の部分が円になってて、まあ、柱になっている。つまり、円柱ができます。だから、1番、できる立体は、円の柱で、円柱ですね。で、これなんでかっていうと、まあ、ぜひね、みんなもノートとかね、使ってもらえるとわかると思うんですが、まあ、横、この状態でやるんだったら、まあ、こうだと思ってください。四角が。こう隠れてるかな。で、ここが L だとするね。そうすると、これを軸にして、つまりここを固定した状態でぐるぐる一回回します、こうやって。で、これが通ったところの立体なんですけど、まあ、四角を回してるんで、こういう柱、その尖ってるね、なんとか錐ってやつにならないイメージはつきやすいと思うんですけど、たまにこう、やっぱり円っていうところを間違える方が出てきます。この元々が長方形っていう四角を使ってるんで、まあ、四角柱とかね。そっちに間違いやすいんですが、今こうやって回したでしょ？これ真上から見ましょうか。こう。で、こっち側ね。ここが軸です。L の。で、これを固定した状態で回すと、ここの端っこ見てて、ここね。見ると、通ってるところって、ちょっと曲がってるな。こういう感じで円になるんですよ。外側をくるっと回ってるからね。だから、通った道をこうなぞると全部円ができる。だから円柱になる。っていうところをイメージと一緒に、ぜひね、覚えておいてください。いいかな。だから、長方形回すと、まず円柱だと。で、体積に関しては、ほにゃらら柱。書いておくね。まあ、円柱とかね、四角柱とか、まあ、いろいろありますけど、ほにゃらら柱っていうのは、体積は底面積かける高さと覚えてください。いいね。底面積かける高さ。で、底面積はどこかっていうと、まあ、上下どっちでもいいですけど、ここの部分。つまり今回は円になります。これが底面積。で、高さはここね。まあ、高さ。だから、元々のこの形を見たときに、まず底面積を出したいと。で、この4がどこになるかっていうと、これは円の半径ね。ここが4。なぜかっていうと、これを回してるから、こういう感じになる。こういう感じね。だから、こう4でしょ。で、底面積、円の面積は半径かける半径かける π です。つまり今回4かける4かける π だから、体積は、まず 16π。これが底面積です。4かける4かける π ね。で、かける、高さはここ。5ね。だから、5。で、16かける5が80なんで、80π。で、まあ体積だから、立方センチメートルと。これで終了となります。いいね。ほにゃらら柱は底面積かける高さで求めることができます。で、次は三角形です。で、三角形を回すと、まずね、書いてしまいましょう。できる立体は、また円ができてるけど、今度尖ってるんで、ちょっと曲がった。ごめん。こういう形ができます。つまり、この形は、下が円だから、円。ただし、尖ってるんで、
錐ですね。つまり形は円錐です。立体の名前は円錐になります。で、この、まあ、ここのね、範囲だと、ほにゃらら中、もしくはほにゃらら錐。あとはもう一個ね、この3番出てきますけど、の体積がよく出てきます。で、ほにゃらら錐に関しても、中とすごく似てます。だから、底面積、使うし、かけるね。高さも使うんです。同じなの、ここまで。ただし、ほにゃらら錐だけは、最後にかける3分の1がくっつきます。これを忘れないでください。かける3分の1ね、錐は。これで体積求められると。で、底面積はさっきと同じで、ここの部分。これは底面積。で、まあ、円ですよね。だからさっきと同じように、半径かける半径かける π で求められると。で、これも回すと、ここにこういう感じ。立体としてはね。だから、この3っていうのは円の半径です。つまり、半径3だから、3×3×π で 9π が、底面積。いいね。9π。かける高さは、ここです。この斜めはトラップね。使わないよ。斜めは関係ないから、今ね。ここが高さになるから、今4が高さ。つまり、高さ4。で、錐だから、×3 分の1を忘れないでねっていう。いいかな。で、まあ、ここ約分しちゃいましょう。すると、3になるから、3と4が残って、12π で、立方セン cm と。これで終了となります。ちょっと3番あれだな、狭くなっちゃったけど、まあ、ギリ入るかな。で、3番、半円です。円の半分ね。で、これをくるくる回したとき、ちょっとね、図形作ってくれよかったんですけど、これくるくる回すと、まん丸ができます。こう半分回してるんで、綺麗な丸ができる。で、綺麗な丸は何かっていうと、それは球ですね。で、図で書くとちょっと難しいんで俺書けないんですけど、形では丸になるの。こっちでもこういう風になるから。いい。それが立体になってるんで、まあ、ボールです。綺麗な。球ね。だから、形としては、球と答えてください。間違って円って書かないようにね、立体の名前は球です。で、まあ、球もさっき言ったようにね、ほにゃらら中、ほにゃらら水、そして球ですね。ここの3と定期テストの範囲に入ってればですけど、まあ、出てきやすいです。で、球の、こっち行こうか。体積の公式は、いいか。体積は、3分の 4πr 3乗。おそらく教科書にこう書いてあると思います。3分の 4πr 3乗。これはこのリズムで覚えちゃうといいです。3分の 4πr 3乗ってね。で、r って何かっていうと、r は半径です。だから、日本語バージョンで、半径かける半径かける半径かける π かける3分の4って覚えてもいいんですけど、もうね、リズムで覚えちゃった方が楽です、基本的に。で、今回範囲に入って、あと、ここだと問題ないんですけど、球の表面積の公式が 4πr 2乗なので、そこちょっとこんがらがらないように気をつけてください。いいかな？ただ、この公式さえ知っておけば、それ使うだけなので、3分の 4π ですよね。で、かける r3 乗。r は半径って言いましたけど、半径は、今これ全部12なんだけど、これの半分が半径です。9のね。つまり、半分だから6になる。つまり、6の3乗です。で、こういう計算するときに、先に6の3乗を全部計算しちゃってももちろん構わないんですけど、これ、3で約分できるのが先の未来として見えるので、だったら、自分はね、あえて計算せずに6を3回書いちゃいます。ちょっとギリだったな。ちょっと詰めるね。ごめんな。まあ、あんま変わんねえか。あ、見えるね。こう書く。で、なんでかっていうと、これにして、こうやって約分しちゃうの、先に。そう、3消えるよね。まあ、確かに 4×2×6×6 結局やんなきゃいけないじゃんって話なんだけど、でも、死にが8で、こっち別に6636ってやれば、36×8 を筆算でも暗算でもいいけど、一回やるだけで済みます。で、これ計算すると、288。で、忘れずに π ね。球の体積って、おっとギリか。
計算がね、どうしても3分の4とかで分数が入ったりとか、3乗だから後ろが。ちょっと数が大きくなることが多いんですよ、9。で、数が大きいと、それを計算して、よっしゃ計算やったぜっていう達成感が出て、パイ忘れる事故を結構起こします、9。だからそれ気をつけてね、それすっごいもったいないんで。いいかな？ちょっとこれね、被るんで消しちゃうな。まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。なので、まあ、今回の復習としては、回転させた時にどんな形、どんな立体ができるのかっていうのをまず覚えてもらいたい。そして、ほにゃらら中、ほにゃらら水、そして球ですね。それぞれの体積の求め方、ぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。回転体はもっとね、複雑な形とかも出てくるんですけど、ひとまず今回の3つの形を覚えておけば、結構ね、複雑なのにも対応できるようになりますので、ぜひね、今回の3つしっかり押さえておいてください。